皆さんこんにちは、北米トラックドライバーのゴートです。今回ね、ブリティッシュコロンビア州のアボッツフォードでピックアップしたお花をですね、1600キロ先のアルバータ州北部に配達します。カムループスです。まあもうカムループス入りましたけどね。でここからここはねブレーキチェックがあります。ここからカムループスの街に向かってね下りなんで、ここでブレーキチェックをして、でその先にねスケールもあるんですよね。ああ休みっぽいですね。クローズっぽいですね。あの計量所もあるんですよ。いつも空いてるんですけどね、今日は閉まってるっぽいです。でいつもと違うのはね、こっからですね、いつもはハイウェイ1の方に乗ってでアルバータ州の方に向かうんですけど、今日はハイウェイ5をまっすぐ行きます。初めてです。初めて通ります。はい、ではちょっとブレーキチェックしてきます。やっぱ計量所はクローズしてますね。さあ行きますか。まあ夕方の3時半ですね。でもまあアルバータ州入ったら1時間進むんで、まあ4時半。まあ今日はどれぐらいやろうな、まああんまり遅くまで走りたくないんで、あとまあ 4,5 時間走ったら休憩にしようかな。休憩っていうかもう休もうかな。で明日も 4,5 時間走って、まあ1軒目のお客さんのところに到着っていう感じですね。まあ、山火事の影響 の、 あの交通規制がどの程度あるかっていうとかね、あの今日の夜ちょっと調べようかなとは思ってますけどね。でもちょっと空気は非常に多分悪くなるんで、あの外からね空気入ってこへんように設定してね。でまあできるだけその山火事の広いところは避けて夜休憩できるようにねしたいと思います。まあ今までもあるんですよね。去年一昨年が特にひどかったかな、山火事。あのコキハラハイウェイらへんもそうですね。なんかもう道路走ってたらすぐ横が燃えてる状態でしたからね。で細い道とかこういう大きいハイウェイやったらまだいいですけど、片道一車線の道路とかやったらね、やっぱクローズになるんですよ。結構ね、道路脇とかって電線とかもあったりするんですけどね、その電線の木がもう燃えてしまって、で停電とかね起きたりしてたそうです。だからひどいところはねそういうことが起きるんで、まあ気をつけないといけないですね。一応ね、あのなんやろ、パトロールとかされてるから、ここではもう止まるなっていうサインとかも出てくるんですよ、やっぱり。まあそりゃそうですよね。あ、今日はここで寝ようとか思ってね、なんか朝起きたら周り燃えてましたとかね、笑えへんし。いや、やっぱなんか初めて通る道はね、ワクワクしますね。最近でもアメリカからケローナの方に配達行った時ですかね、ハイウェイ17番を通ったんですよね。いや、すごいいい場所でした。なんかまた地球は広いなっていうような、そんなねなんか雰囲気のある場所を走ってましたね。ちょっとね写真撮れなかったのはね残念でしたけど、やっぱねどこで泊まったら一番いいかっていうのとかわからへんしとか言って、毎回泊まれる場所あって泊まろうって言ってたら配達進まへんしまあ難しいところですね。でもまあなんかあの景色が良さそうな場所はね覚えたんで、次走ることがあったらね絶対止まろうと思ってます。まあこっからジャスパーの方行く人らも少ないやろな。まあほとんどはもうこのハイウェイ1をねひたすらアルバータ州の方に走っていく人らが多いでしょうけど、まあ今日はもう平日なんでね、観光に行くっていう人も少ないやろし、でも行くとしたらね、山火事起こってる北の方行くよりも全然起こってない南の方行った方がいいですからね。もっと観光地も多いし、レイクルイーズとかバンフとかもね南の方にあるんで、比較的。
あ、見えてきましたね。このエグジットは374番ハイウェイ5ノースのサンピークスって書いてある。サンピークスとかジャスパーをね、初めて右側に行きます。いや、今日どこまで行けるやろうな。ジャスパーまでは行きたいな。ジャスパーまであと何時間やろ、4時間ぐらいかな。まあ行けるならヒントンっていうところまで行きたいけど、あのロッキーマウンテン抜けたところにある街なんですけどね。でもまあなんか綺麗な景色とかね、動物とか見たいんやったらジャスパーで休憩して明日の朝走り出した方が多分気持ちいいんですよね。まあ自分のね体力と相談しようと思います。いやにしても暑いな。特にこのカムループスのエリアってね、結構暑くなるんですよね。今も気温ね35度ぐらいあります。去年の夏はねほとんどいなかったんですよね。7月の初めらへんにはもう日本に行ってたんで、ちょっとどれぐらい暑かったのかわかんないですけど、一昨年がやっぱひどかったですね。その山火事もひどかった時、カムループスはもう50度近くなってたそうです。だからこの辺ですよね。いや50度近くなったらきついやろな。いや外気温50度近くなったら路面の温度とかすごいじゃないですか。タイヤとかなんか燃え尽きんのちゃうかなって思います。あ、さすがに燃え尽きたりはせえへん。あ、でも燃えたりはするか。さあどっか綺麗な景色の場所あるかな。あ、ちょっと Google で調べといたらよかったな先に。あ、今スターリンク報告がありましたね。今カナダねすごい割引してるんですよ。あの端末代がね本来多分600から700ドルぐらいするんですけどね、今190ドルぐらい、199ドルかな。だからバーゲンしてます。でこのチャンスにちょっと買っときたい気持ちもあるけど、でも毎月の費用がね高いんですよね。またそれも170-180ドルぐらいするんですよ。まあそれでどこでもネット使えるっていうのは結構ねありがたい気もしますけど、でもなんか毎月のコストで考えたらちょっと高いなって思ってしまうんですよね。携帯の僕のプランがねベルカナダっていうところのプロバイダーなんですけど、毎月の費用がね105ドルぐらい払ってるんですよね。それで60ギガついてきます。で、かけ放題、アメリカ、カナダかけ放題で、まあインターネットも無制限、一応60ギガはあるけど、確か無制限やったような気がします。まあでも60ギガもね、普段使わないんでね、たまにネットフリックス見たり、YouTube 見たり、あとは YouTube アップロードしたりとか、まあその程度なんでね、だから行っても40ギガぐらいちゃいます。まあ適度に家に帰ってるからね、そんなに使ってないっていうのもあります。さあとりあえずこの道をひたすらまっすぐ行きます。あ、ありましたね。ジャスパーまで436キロ、でプリンスジョージっていう場所まで613キロかってことは、やっぱジャスパーまで5時間ぐらいかかりそうですね。ああ、どうやろな、どこまで行けるやろ。まあとりあえず今日はもうあのトレーラーの修理待ってる間にシャワーとかも浴びてるし、休憩するのはねどこでもいいんですけどね、まあトイレさえあればね。だからまあまあそんなに無理せん程度に、どうせ2軒目の配達が明日中に到着できないんですよ多分。予定ではね明日中に到着やったんですけど、あのデリバリーの詳細見たら配達は朝の8時から夕方の4時までにしてくれって書いてあったんですよね。無理やろな多分。いけるかな。いや無理やろな。まあ無理かもしれんっていうのはねもうディスパッチに伝えてあるんで、行けたら行こうかなっていう感じですね。まあその山火事の煙がね、特に煙が結構きつくなるんですけど、それがどの程度ひどいかですね。あまりにもひどいようだったらもうできるだけ早くそのエリアから退散したいんで、
おそらくその後どうだろう、あの辺で荷物ピックアップする場所なんかあんのか知らないですけど、エドモントン近くかな、それかホワイトコートまで行って、で荷物ピックアップしてカルガリーに戻る感じかな。ではまあ引き続き安全運転に行こうと思います。まあのんびりちょっとね、初めて通る景色をね楽しみながら行こうと思います。ではではまた後ほど。はい、まだカムループスからね10分ぐらいしか経ってないですけど、もう片道1車線の道路になりましたね。まあ多分ね、こっからずっとこんな感じです。まあ交通量はね多くないでしょうけど、もし後ろからね僕より速いトラックとか来たらね煽られます。でもまあ100キロぐらいで走れるんで大丈夫ですね。むしろあの遅い一般車とかに追いつく可能性の方があるかもしれないですね。なんか正面らへんがねちょっとヘイジーな感じになってきましたね。あれ煙かな。いくらね空調システムをね室内だけのモードにしといても、やっぱトラックの隙間からね煙とか入ってくるので、ね、すぐ分かると思います。それがねあんまりにもひどいとね、さすがにそういう場所で寝るのは危ないんでね、その辺は よく考えなあかんなと思います。てかちょっと雨降ってほしいな。まあちょっとの雨ぐらいやったら全然止まないんでしょうけどね。まあこの景色楽しんでられるのも初めらへんだけだと思います。もうほんまに煙がもっと増えだしたらなんかもう霧みたいになってくるんですよね。もう全然景色見てても楽しくないんで、なんかもうどんよりした天気、ほんま今みたいにねすごい天気いいのに、いやそんな感じになんねやろな。まあ通行止めがないことだけをねとりあえず願います。いやそれにしても気持ちいいな。はい、お疲れ様です。今はねもう夜の8時ですね。まあまだ時間が変わってないから BC 州、まだ BC 州にいるんでね7時なんですけどね。見ての通りね、あ、まあごめんなさい、ちょっとフロントガラスがね汚いですよね。綺麗にならへんな、これは。そう、それでね、正面ねちょっと見えるかわかんないですけどね、もう一気に白くなってきましたね。山火事のねエリアが近づいてきてると思います。まあそろそろちょっと休憩したいところではあるんですけどね、もうちょっと走っときたいなっていう感じですね、明日に備えて。いやすごいな、なんか一気に真っ白になりましたね、まあ、正面が。いやまあその前にあれですねやっぱフロントガラスが汚すぎますね。ちょっとそこだけは綺麗にした。ジャスパーまで122キロですね。あと1時間半ぐらいです。まあジャスパーまではちょっと行きたいなと思います。まあそこまでかな今日は。おはようございます。北米トラックドライバーのゴートです。で今はですねアルバータ州のジャスパーを走ってます。お、ちょうど。ちょうどじゃない、ちょうどですね。エルクがいますね。1、2、3、4、5頭ぐらいですか。あ、もっといますね。あ、道路脇にもいますね。いや、いいですね。ジャスパーナショナルパークです。国立公園ですね。昨日もね、ハイウェイ走ってたらね、クマがいました。ちょっとね、動画には撮れなかったですけどね、いきなり現れたんで。で、しかもちょっとフロントガラスが汚すぎてちょっとなんか撮ったところでお見せできひんなっていうぐらいね、汚かったんでね。今ちょっと、まあ、綺麗にしましたけど、やっぱ汚くなるの早いですね。いや、今日もなんか見れるかな。いやね、昨日ねどこで寝ようかちょっとね迷ってたんですよね。まあ左前のトラックみたいにねこの辺とかでもいいかもしれないですけど、とりあえず最低限のね条件としてね、携帯の電波がある場所
だから Wi-Fi が普通に使える場所をねちょっと探してました。でまあね、いい場所見つけたんで泊まったんですけど、泊まってまあ8時間休憩してたんですけど、でもやっぱりちょっと心配はしてたんですよね。でも朝起きたらトラック出せへんようになってる可能性あんのかなとか思ったら、案の定出せへんようになってましたね。このね、前のトラックがね、塞いでます。その通り、奥に僕のトラック見えますけど、その奥にも2台止まってて全く動けない状況です。で、まあ、いやいやノックして、ドライバーさんを起こしました。まあ、良さそうな人やったんでね、良かったですけど、結構2回目ぐらいのノックで起きてくれはりましたし、で、すぐ動かしてくれはりました。中にはね、めっちゃ嫌そうな顔する人とかいますからね。いや、ブロックしてんのそっちやんって言いたいと思うんですけど、いや、やっぱダメっすね。ああいう感じで止めんのは。いや、もうちょっとうまく止めてくれたら別に起こす必要もなかったんですけどね。あと30センチぐらい左側に寄っといてくれたらね、スペース空けてくれたらなんとか通れたんですけどね。まあ無理やったんでね、まあ起こしました。まあよかった、ほんまにすぐ起きてくれよってよかった。嫌な顔されなくてよかったです。なんかね、ブロックされてんのに嫌な顔されたらね、こっちもなんか嫌な一日の始まりですよね。今朝の6時半です。今日はまあこのまま今ハイウェイ16を走ってるんですけどね、あと40マイルぐらい走ったらハイウェイ40に入ります。で、それをひたすらね北に向かって走ります。1軒目の配達先グランドプレーリーまでだいたい4時間半。お、なんかいますね。これは鹿かな。左側にいましたね。いや、熊とかもねいますよ、この辺は。多分多いのは鹿とかエルクがやっぱ多いですよね。あとはマウンテンゴートは運が良かったら見えるかな、もうちょっと先行ったところに。で、ビッグホーンシープはまあ多分いるでしょうね。まあ運が良かったら見れる系はね、熊って言ってもまあブラックベアとグリズリーベアがいるんですけどね、そのどっちか、あとマウンテンゴートとムースですね。やっぱムースもね、あんまり見られないですね。さっきのとは違ったかな、どうなんやろ。いや、もうなんか真っ白ですね、前が。もう山火事がすぐそこっていう感じがします。あ、またいますね、エルクですね。まあ1頭でいるとかね、珍しいですけど、たまにね、何百頭とかでも群れでいますからね、びっくりしますよね。いや、正面の山もね、もう霞んでますもんね、右前とか。だからやっぱ結構きついんやろな。ちなみにこのハイウェイ16はね、ずっとまっすぐ行ったらエドモントンの方に行けます。でも今日はね、ずっと北の方に上がっていくんで、いや、楽しみですね。もし天気良かったらね、オーロラとか見れるかもしれんけど、まあ良くはないやろな。まあ天気良かったもこの山火事のね、煙の影響とかあったらね、もうどうしようもないし。まだまだ10時間も北ですからね、 すごいな。ほんま初めてやな。では引き続き、まあ今日もね、安全運転で行こうと思います。では失礼します。いや、霞んできましたね。もう正面の山とか見えへんし。でもまあ、もうこんなんじゃないですよね。もうひどい時はもっとすごいですから。今はね、朝方やから結構ね、動物が動いてる時間だと思うんですよね。こういう右側の岩場とかでもよくよく見たらね、ゴートさんとかね、いはるんですけどね。正面にね、朝日が見えます。朝日って言ってももう結構登ってますね。でもまあ、もう見ての通り変な感じになってます、この煙のせいで。動画でやったらちっちゃめっちゃなんかポツンって見えますけどね。この辺とかもね、パーキングありますね。休憩してるトラックもいました。でもここはもう全く電波ないです。絶対止まりたくない。
あ、またいますね。エルクかな。エルクですね。あ、違いましたね。ビッグホーンシープですね。結構大きめのビッグホーンシープでした。あ、ここか。昨日この辺で休憩しようかなと思ってたんですよね。まあでも良かった。電波ないですね、やっぱり。まあ電波ないけど、でもなんかいい感じですね。湖のね、すぐ横で休めるっていうのがね。もうカーテン上げたら、もうほんま自然の中っていう感じですもんね。まあでもこの天気やったらちょっと嫌やな、やっぱり。それにしてもすごい煙やな。もうだいぶ近いと思いますよ。なんか山の反対側が燃えてるような感じですね、多分。あと20マイルもしたらロッキーマウンテン抜けます。で、抜けたらそっからね、40番を北に上がっていく感じですね。まあね、この辺とかもいいじゃないですか、休憩するにはね。なんか朝起きたら動物が周りにいそうな感じです。夏はね、そんなにいいですけど、冬とかはね、やっぱその路面の凍結防止剤とかめっちゃ巻くじゃないですか。で、それがね、車にやっぱ付着するんですよね、車とかトラックにね。で、その付着した塩分をね、食べに来るんですよ、動物が。僕も一回ね、ムースを見たことがあるんですよね。で、どこで見たかってね、やっぱハイキングトレイルのパーキングやったんですよ。で、そのムースがね、その車、止まってる車についてるね、その塩化ナトリウムですか、それか塩化マグネシウムかわかんないけど、まあ、まあそういう系の、まあ、塩分をね、車からね、取って食べてました。てか、まあ車になんかむしゃぶりついてましたね。多分鹿とかも何やろ、道路脇に出てきたりするのはそういうなんかいっぱい落ちてるからなのかなっていう思ってましたけどね。なんか出てこうへんかな。ビッグホーンシープのマークがついてましたね。この辺から多いのかな。多分ね、右の山が見えるんですけどね、その辺にいっぱい住みついてるんでしょう。僕が昔ここ通った時もね、結構いましたね。やっぱ風があると山火事とかも広がるのすごい早いんでね、怖いですよね。うわ、すごい吹いてるな。めっちゃ揺れてますもんね、右側の木とかが。あら、いなかったですね。結構あの辺とか動物多いと思ったんですけどね。この左前のゲートが国立公園の入り口ですね。なのでここで国立公園は終わりです。年々ね、やっぱ国立公園のね、入場料も上がってるんですよね。まあいくらぐらいやろうな。確か車1台がね、1日22、23ドルぐらいやったような気がするんですよね。乗ってるのが1人だけやったらその半額ぐらいやったんですよね。いや、だから意外とね、お金かかるんですよね。まあ国立公園も維持しなあかんから、それは仕方ないですけどね。ホテルで働いていた時はね、たまに長期でね、滞在される方がおられるんですよ、海外から来られた方で。で、国立公園の中に1週間以上ね、車で来て滞在するんやったら年間パス買った方が安いんですよ。だからね、たまに1週間以上滞在される方は年間パスとか買わはるんですけど、でもそれ買える時必要ないじゃないですか。だからね、ちょっと交渉してそれを安くで売ってもらえへんかとか。まあ一応初めはね、もし必要ないんやったらくださいって言うんですよね。で、まあやっぱ思い出にも持っときたいみたいな人もやはるし、あ、やったらちょっとなんやろな、売ってもらえへんかなってちょっと交渉してみたりね。で、まあ、まあ購入したこととかもありましたし、もらったこともありましたね。だから毎年ね、毎年結構たまりますよ。4枚か5枚ぐらいたまるんじゃないかな。ちょっと声かけるのはね、緊張しますけど。で、それを友達にあげたりね、
いや、まだこれから先1年間使えますからね。さあ、あと10枚、あと10分ぐらいかな。で、そっからハイウェイ40を北に上がります。ではでは、また。に入りましたね。で、これはひたすらグランドプレーリー325キロ先って書いてありますね。まっすぐ行けばと思います。なんかアラスカのサインも出てましたし、もしアラスカの方行くんやったらこの道を上がっていくのかもしれないですね。アルバータ州の方からですね。まあ、BC 州やったら BC 州の方から多分あるやろうし、アサバスカリバー、あ、ここはアサバスカリバーっていうんですね。水量が結構多いですね。いや、道路がガタガタやな。まあね、ハイウェイ40をね、北に向かって走ってます。1軒目の配達先のグランドプレーリーまで、だいたい1時間15分ぐらいの距離にいます。いや、もうずっとこんな感じですね。ジャスパー入ったあたりからね、こんな煙たい感じの場所を走ってます。で、やっぱりこっちに近づくにつれてね、きつくなってるような気がします。ブレーキチェックでね、ちょっと外出たらね、もうすごい煙たかったです。だから窓開けられへん。これがね、まだしばらく続きます。なんか太陽がね、真っ赤になってました。だから天気はいいんですよ、おそらく。でもこの煙のせいでね、もう台無しですね。やっぱね、こういうことが起こるんですよね、夏はね。カルガリーですらね、すっごい空気悪い時ありました。何百キロも離れた場所の山火事の煙がね、カルガリーの方に来たことがあってね、2、3日ぐらいかな、これよりもひどかったですよ。で、警報が出てましたもんね。やっぱりね、喘息とかね、呼吸器疾患とか持ってる人からしたらね、この空気は非常にやっぱ悪いんですよね。だからね、極力家から出ないようにっていうね、指示が出てましたね、その時は。でもこの辺に住んでる人らもそうかもしれないですね。いや、結構煙たかったですよ。でも今のところね、道路脇が燃えてるとかね、そういうのはないですね。でも結構近いと思います、やっぱり。ではでは、また。